こいつらは俺のファンじゃないっていう感じで見てるんですか？ありました。辛いって言っても一応世間で名前も売れてるし、それなりにその仕事もあるしじゃないですか。っていうか、まあ、特にやっぱりメンバーと比べるっていうところがやっぱり結構大きかったかなと。やっぱメインボーカルじゃなかったので、いくら頑張ってもやっぱりこう目立つのはメインボーカルで、やっぱり なかなか端っこにいるので名前覚えてもらえなかったりだとか、最近はやっとなんか一人でテレビに出れるようになったりはしてるはいるんですけど、まあ、あのやっぱりそこら辺の葛藤はすごいありましたね、もう本当に。そうなんですか。なんかそのドームとかやってる時点で、まあ、それメインが一番人気の人は分かるんですけど、周りの人も例えばビートルズとかでもリンゴスター好きみたいな人いるじゃないですか。あ、そうだから、まあそういうあの本当にね、あの俺僕のことを応援してくれる方はたくさんいたので、本当にでもそういう時ってメンタルがやっぱ弱ってるんで、あ、なんで自分だけっていうのが結構あって、で、まあ、もちろん今はもう全然ですよ。もう別にあの何言われても全然強い心を持ってるし、今いるファンの方をもうできるだけハッピーにしたいっていう気持ちがもう根本にあるので。全然ない。でもその当時は普通に仕事があってもキャーキャー言ってても、こいつらは俺のファンじゃないっていう感じで見てるんですか？ありました。もう本当に自分がメンタルひどい時は、ネガティブな時はありました。へえ。じゃあその、すごい大勢が騒いでるけど、あ、誰一人みんな俺のこと見てないなみたいな感じでやってるんですか？あれ、もう本当に自分がひどい時は、あの友達とかもできても、あ、どうせ他のメンバーが良かったとか思ってんだろうなとかっていう、もう本当に結構結構そこまで結構やばかったです。あ、じゃあ、あたえさんと仲良くなって、そのメインの人とつながろうとしてるだけで、俺は捨てってるんじゃないかなとか、あ、この人、僕の友達でいいと思ってんのかなとか、もう本当にひどい時はそこまで考えちゃってました。14歳の時のその、めちゃめちゃポジティブなところと、そのネガティブの差がすごいんですけど、いや、もう本当に結構、ネガティブが結構続いて、それでやばいなと思って、これは自分で変わらないといけないなと思って、人は変えれないし、状況は変えれないから、もうで、アメリカに行くことに決めたんですよ、2016年に。